こんにちは、プロスキーヤーの児玉武です、今日はですね、2020年21年の、アトミックの、主にフリースキーですね、フリースキー、バックカントリーのモデルを、私から紹介したいと思います、それではですね、まず、この正面にあるモデルなんですけども、ベンジェトラーというね、まあ、主にフリーライドですね、雪山で自由にジャンプしたりですね、トリックをしたり、まあ、もちろんあのライディングをしたりということで、あの雪山全体を、楽しむモデルとして今年も継続でグラフィックをチェンジしてリリースです。ベンチェトラ120、そして、もう少し細身の100、そして同じようなグラフィックでですね、ジュニアの方も展開してます、ジュニアを2機種、そしてパンクス、こちらは主にパークライ、ライドをする人たち向けに、まあ、競技をする人から、それこそあの楽しくパークで遊ぶっていうモデルまで用意してます、パンクス5とパンクス7、この辺はあと大きな変更ではないのですが、グラフィックをチェンジして、リリースです。今度はですね、主に、バックカントリーを、登って、滑るというところをですね、目的にして、作られているバックランドというモデルを紹介します。今回はですね、あの全てのモデルを統一してカルバウッドコアというね、あの非常に軽量なウッドコアに、統一されました。あとは構造としてもですね、このホライゾンテックというあのこの滑走面というか、このトップの面積を 10% 広くすることによって、こういう船底にすることによってですね、より浮力を得ようという、よりあの自由にスキーが動かせられるような構造に採用しているこのような技術を全て統一しました。メンズからいきますと、117、107、100、95、85、そして、78という、かなりバリエーション豊富になってくるんですけども、これだけさまざまなシチュエーション、さまざまな雪質に、対応できるラインナップで、揃えております、はい。あの特にですね、去年まで重たい芯材だったですね、117、これがあの軽くなったということと、あと今までなかった、この100ミリ、バックランド100という。まあ、ちょうどですね、これからバックカントリーを始めたいという人にとって非常に始めやすいこの100ミリというですね、太さが、新しく出たということと、あとはですね、レディースですね、ちょっとぐるーっと回ります。レディースの方でも新しいサイズが、登場です。107ミリ、98ミリ、これはあの昨年なかった、太さだったんですけども、こちらも芯材軽くなり、ホライゾンテックを採用しリリースという形になります。そして85ミリ、78ミリということで、本当にもう火の打ちどころのない完璧な、もうどんなスキーやどんなシーンを滑りたい人にとっても必ず自分にジャストフィットするものが選べるという、そのようなコレクションになっています。